こんにちは、上岡俊介です。サムネにもある通り、ミズノ D-FORCE VS50 上岡俊介コンペティションモデル第3弾が、発売されました。それの、宣伝も兼ねて、今動画を撮らせてもらってます。そのラケットの説明と、また、前回とも重なるところあると思うんですけど、やらせていただきます。今回、ミズノから3月16日か19日かなに新しく D-FORCE VS50 このラケットが発売されました。色は2色展開で、ベースが白色と黒色があるんですけど、僕が使用する色はこちらの白色のラケットで、これを、ベースに今回も作らせてもらってます。で、前回ありがたく U スペシャルエディションが、すごく売れたっていうことを聞いて、今回前回以上により進化したラケットになってると思いますので、ぜひ試してもらえたらなと思います。まず、今回スポンサーしているレイム&M様から発売されているコンペティションモデルの説明をさせてもらいます。1、前回と重なるところあるんですけど、実際のラケットに僕の上岡の文字が、刻印されています。2、僕が実際に、皆さんが購入してくれたラケットを、自分がいつも巻いてるようにグリップを巻かしてもらって、実際に僕が使っているラケットと同じ風な、全く同じラケットを皆さんに届けさせてもらってるっていう感じになります。3つ目、僕が直筆サインを入れさせてもらうんですけど、こちらのフレームかラケットケース両方かな、どちらか選んでいただくと思うんで、そちらをサインさせてもらいます。4つ目、僕が毎回貼ってもらっている M&M さんの専属契約ストリンガーの飯島社長に皆さんのラケットもストリング貼っていただくということになっております。温度は多分皆さんが希望されるかわかんないんですけど、僕は31とか2とかそこの間ぐらいの温度数なので、ぜひ試してみてください。5つ目、僕のラケットにもこんな風に日の丸のステッカーがかかってるんですけど、皆さんの手元に届くラケットも実際にステッカーが、貼られています。このラケットは、小学生でも、上級者でもマルチに使えるラケットなので、前衛後衛関係なく、まだポジションが決まってない選手も、前でもできるし後ろにでもできるし、または、ダブル前衛とかする子たちだったり、後衛でもっと操作性のラケットを使いたい子であっても使えますし、いろんな選手が使えるラケットになってますので、ぜひ結構しっかり飛びますし、操作性もいいし、本当にいいラケットだと思うので、ぜひ購入ご検討、してもらえればと思います。実際のラケットの価格と僕のゼノブリザードが実際に貼られてるので、もうそれを込み込みにした値段にしてはすごく、安いと思うので、こちらのラケットとゼノブリザードはすごく相性がありますので、ラケットを買う人がいましたら、こちらの M&M さんで購入してもらえたらなと思います。以上になります。ご視聴ありがとうございました。